こんにちは、皆さん。今日の動画は、のテーマは、初めての地震。まあ、とりあえず、そうしましょうか。そう説明しようか。私は、子供から、スイスで住んでいました。でも、一回、インドネシアに住んでいました。インドネシアには地震があるけど、まあ、でも私は、インドネシアに住んだ間、地震がなかった。なんか残念です。でも、残念じゃない。多分、まあ、皆さん、日本人とかは、地震は怖いとか悲しいことです。でも私は全然地震を感じませんでした。その理由で、私は地震のことは、ローラーコースターみたいとか、まあ、確かにそれは、まあ、本当じゃないけど、まあ、なんか面白いと思います。けど、まあ、本当では怖いものけど、まあ、それはわかりますけど、まあ、なんか私は、ああ、それは見たことないとか、感じたことない、面白いとか、面白そうの感じがあります。それは、日本に住んだ時、地震の初めてがありました。その地震は、まあ、まずは外では、あと一番最初の地震は寝た間から感じませんでした。私の気持ちは、ああ残念でしたけど、周りの人は危ないとか、その気分があって、でも私はとってもなんか悲しいとか、自身のことを感じませんでした。本当に残念なことと思いました。まあ、それは初めての地震。2015年。でも、まあ、国に帰った地震のこと、全部終わりました。でも、日本へ帰りました。戻りましたとか。まあ、その時は、もう一度地震がありました。まあ、たくさん時に地震がありました。例えば、まあ、例えばじゃないけど、まあ、前の話、前は、まあ、多分一番最初の地震は、外にいた時、外でいました。でも、じゃあ地震があって、まあ、土とかが動いたけど、あんまり動きませんでした。少しだけ感じましたけど、そんなに大きくなかったと思いました。でも、家の中に、あと、人間のものが動きましたとか。でも、まあ、それは私は感じませんでした。なんか残念でした。でも例えば他の建物とか壁とか少しだけ見えましたけど、なんか夢ですか、何これ。なぜなら私はあまり動きませんでした。でも壁とか
他の家が少し動いたから、私は、え、何これ、本当ですか、夢ですか、何これ、わかりません。でもまあそれは多分初めての地震でも、その後、まあその後じゃなくて、まあ何ヶ月の後、他の地震があって、あと、まあ、ちょっと待って、その前に、その外の地震もっと話しましょう。あ、飛行機がある。でも午後、まあ、バイト、あと見せようか。見えるかどうかわかんないけど、多分見えない。見えない、見えない、見えない。残念でした。ごめんなさい。まあ、まあ、その外の地震は、その地震の前、スマホで、あと、アラームがあって、ずっと動きました。ドゥルル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 ルまあそれは外の地震、家の中に、その時はまあシャワーをしたかった、シャワーしたかったけど、その前にアラームが消えました、聞こえました。そのアラームがでも、まあ、その間は、まあ、その時私は、え、何それ?でも、その後、まあ、ホームステイをしていましたから、ホームステイのお母さんに聞いて、何それ?何、その音が聞こえました。その後、ホームステイのお母さんは、あ、地震です。その後、ホームステイのお母さんの板と地震、まあ、壁がドゥルー動きました。本当にびっくりした。私は全然動きませんでした。なぜなら家は、まあ、地震のために、作りましたから、私は全然動きませんでした。けど壁がこれ上と下に行きました。ドゥルルルなんかすごく面白いと思って。でもまあホームスリーのお母さんは面白い感じがあって、それはあそうですね感じ。何もない。なんか面白い。面白かった。まあ本当にはまあわかります。みんなたくさん人が死ぬかもしれないとか、その地震の時に本当に悲しいけど、まあ実際はまあ私はそれはあまり知りません。あまりわかりません。なぜならまあ日本に子供の時にあまり住んでなかった。でもまあそれは初めての地震から、そんな怖さがなかったけど、まあ多分日本人だったら、私は日本人だったら、まあ多分感じます、それは。でもまあとりあえず
まあその動画終わりましょうか。まあなんかつまらない感じでしたかな。あまり動きませんでしたけど外で、まあその前になんか周りを 見せようか。これ見せてください。まあ自信がないけど、まあそれはなんか対応があります。まあ多分まあ地震があったら多分まあその機材まあそれは綺麗だから、まあ多分綺麗だけど、まあごめんなさい、まあ本当にはまあ綺麗、あと地震があったらその国はスイスでも、そのでも地震があったらスイスには多分あまり怖くないとか、まあ怖いけど、そんなに関係ない。なんかあ外はとても綺麗から、まあ地震があってもスイスは綺麗から関係ない。なんかあ大丈夫みたいけど、その感じがあって多分わかんないけど、なぜなら感じあまりない、スイスには。まあ最近、まあ多分 2年前とか小さい地震があったけど、あまり感じませんでした。まあまあ本当はまあ本当まあ全部がまあそれ大体終わりましょうか。本当はなんか言いたいことがありますか。まあ本当にはまあ昨日終わりましょうか。なんか言いたいことがなくなりました、残念。まあ終わりましょうか。じゃあさようなら。